では皆さんの中でもう気づいていらっしゃる方もいるとは思いますが、最終ページにこのようなものが掲載されていたと思います。元はこれが平面になっていて、切り込みを入れて上の部分をカットして、あと谷折りにしたのが今こういう形になります。これはなんと鍵盤にそのまま フィットします。なかなかコードの位置を覚えられない人、最初のうちはこれを使って、ああここが C だ、ここが F だという形で、練習してみるといいですね。でもだんだんマスターしてくるとちょっと邪魔になったりするので、右の方に移動して時々見るようにするとだんだん自分がマスターできると思います。最後はこれがなくてもどこがどのコードっていうことがわかると思います。ぜひ活用してください。